投資はあなたの住む家から。皆さんこんにちは。カリフォルニア不動産エージェントの三輪西牟田です。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、久々の不動産マーケット情報についてですね、お話ししていきたいと思います。前回ですね、5月にですね、サザンカリフォルニアの不動産マーケット情報をお知らせしたと思います。もう今年もあと2ヶ月というところですね。で、来年がアプローチ仕掛けておりますので、今年、今現在ですね、どういう状況かというところ、それからですね、では来年はどんなふうな予想が立てられるのかっていうところですね、お届けしてみたいと思います。はい、この情報はですね、サザンカリフォルニアの不動産売買はもちろん、不動産投資、リース、それからですね、オーナーさん、それからですね、いろいろなですね、不動産に関する有益な情報をお届けするのが目的となっております。ですので、まだ登録されてない方はぜひ登録をしてですね、あなたもカリフォルニアのドリームをゲットしてください。はい、それではですね、早速、本日のトピック、サザンカリフォルニアの不動産マーケット情報についてですね、 お届けしたいと思います。はい、そうですね、もう去年、コロナがある前からですね、少しずつ物件数が少ない、状況にあったサザンカリフォルニアのですね、マーケットなんですけれども、コロナが来てですね、一旦止まったかのように思われたんですけれども、そこからですね、どんどん買いが進んでですね、物件数が非常に少なくなっている状況です。今年の初めもですね、ものすごい勢いで、皆さんが売買をされましてですね、さらに物件数は少なくなっている状況です。で、どのくらいですね、物件数が少なくなっているのかというところなんですけれども、実際に物件数見ていきたいと思います。はい、11月の半ばのですね、MLS によりますと、物件数はですね、17,770件となっております。で、こちらはですね、去年と比較しますとですね、去年は 24,885件もありましたので、7000件もですね、少なくなっている状況なんですが、非常に少ない状況ですね。そして、各エリアごとにですね、物件数見ていきたいんですけれども、ロサンゼルス現在7,537件で、サンバナンディーノは2,869件、それからリバーサイドカウンティは3,328件、そして、サンディエゴカウンティ2,243件、それからですね、オレンジカウンティがなんと1,793件というところですね。もう非常に少ないです。もうオレンジカウンティは、昨年3000件あっても少ないなと言っておりましたところ、今1793件しかございませんので、非常に厳しい状況ですね。はい、これはですね、いつもお知らせしておりますようにですね、現在ですね、インタレストレートが非常に低いというところでですね、買いが進んでいるという状況ですね。その、インタレストレートを見ていくことにしましょう。現在ですね、フレディマックによりますと、11月半ばのですね、フレディマックの、インタレストレートは 2.98% となっております。そうですね、先月からですね、テーパリングが始まるということでですね、インタレストレートが上がるんじゃないかということで、少しは、そうですね、先月 3.25% ぐらいまでですね、上がったんですけれども、また今月に入ってですね、2.98 ということでですね、下がっている状況ですね。この調子でいきますと、物件数実際足りない状況ですので、価格も、このまま引き続き上がっていくと思われます。それでもですね、皆さん多分ですね、物件数ちょっと少ない割には、価格が少し安くなっているんではないかっていうふうに思われている方もいらっしゃると思います。で、そうですね、ゼロがですね、物件を買いすぎたためにですね、今購入価格よりも安くで売っているとかですね、ゼロが何かを知っていて、これからですね、物件の価格は下がってくるんじゃないかとか、来年はですね、マーケットがクラッシュするのではないかっていうことをですね、他の YouTuber さんが言っていらっしゃる動画もありますけれども、
現在ですね、ホリデーシーズンとなっておりますから、ここからですね、通常の物件の価格は少し下がる、状況でアクティビティが減る状況なんですね。ホリデーシーズンとなるとですね、どちらかというと皆さんホリデーに集中されますので、昨年はですねコロナのためにご家族に会えない方もいらっしゃいましたので、コロナの状況も少し良くなった状況でありますから、皆さんトラベルもされてですね、ご家族に会う準備をされている方もいらっしゃると思うので、今年の冬はですね少し物件の動きが鈍るというところではないかと思います。はい、そういった感じでですね、現在の物件数を見る限りですね、去年の 24,888 件でもですね、ジャニュアリーのスターティングはですね、皆さんもうそうですね、運動会のスターティングラインをラッシュで走るかのようにですね、皆さん買いが始まりまして、価格が高騰し始めました。ですので、2022年、このままですね、いきますと、去年よりもかなり、物件数が少ない状況に陥りますので、またまたですね、来年も価格が高騰するのではないかと見込まれます。物件をですね購入されたい方はですね、早急にエージェントさんと確認してください。と言いますのもですね、来年はですねまた一段と、去年よりも一段とですね、物件数が少ないわけですから、競争が激しくなるのがもう見えております。ですので非常に難しいですけれども、その中にですね、もし自分が買いたいと思う物件があればですね、ぜひ購入をしてください。少しですね、皆さんがホリデーシーズンで、少し緩やかな時にですね、良い物件が出てくる可能性もあります。ですのでそういった物件が出てきたらですね、ぜひご購入してください。来年まで待つとですね、またこれ以上にですね価格が高くなってですね、今よりも、高い金額を支払わなければいけませんので、できるだけ見つかればですね、年内に物件をご購入することをお勧めします。はい、こういった状況でですね、物件数が追いついてこないとですね、お家の価格はですね下がってきそうにもありません。ですので今レントをされている方、レント の価格もですね、物件の価格とですね比例してですね非常に高くなってきています。急高騰している状況ですね。ですのである程度の収入があってですね、もう、物件を買いたいなと思われている方はですね、ぜひ、エージェントさんにご相談してください。と言いますのもですね、今現在ですねレンダーさんも、少しずつ緩やかになっておりまして、いろいろなですねプログラムが、増えております。ですので、ぜひご相談をしてですね、自分がローンを借りれるかというところをですね、チェックしたりとかですね、どんな物件が買えるかを、エージェントさんとご相談するのが良いかと思われます。なるべくですねお金を捨てるのではなく、自分の家にローンとして、支払われる方が良いと思われますので、ぜひ、エージェントさんとご相談してですね、買えるんであれば家を買っていただきたいと思います。そうですね、家を売りたいなと思ってもですね、この、家の価格が高騰しているためにですね、次に買う、物件があまりにも高くなるとですね、今現状ですね、固定資産、ハウスの固定資産がですね一気に上がってしまうんじゃないかということでですね、買い替えるのは絶対無理だと思われている方もいらっしゃると思います。ところがですね、今年の、2月にですねカリフォルニアの法律が変わりましてですね、55歳以上の方であればですね、今現状の、固定資産を、次に購入する価格の物件にトランスファーすることが可能というところですね。こちらの方ですね、他の動画でですね、詳しい内容を上げていきたいと思いますけれども、そういうふうにですね、プロパティタックスを、トランスファーする形ができますので、そういったところを利用しながらですね、キャピタルゲインを使いながらですね資産を増やしていくというところも良いのではないかと思われます。非常にね、レートが安いというところはですね、買えない物件が買える
というところですね。インターレストレートが低いためにですね、マンスリーのペイメントが、今とあまり変わらないもので、少し大きめの家が買えるかもしれませんので、ぜひですね、エージェントさんとご相談してですね、なるべく資産を増やせる状況に、していただきたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日はこんなところです。相変わらずですね、物件数が少ないということで、2022年、これからまだ、家が高くなりますですので、まだこれから売りたいなと思われている方はぜひご連絡ください。はい、本日はこんなところです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。こういった状況でですね、物件数が追いついてこないとですね、価格の値段、物価のお家の価格はですね。皆さんこんにちは。カリフォルニア不動産エージェントの三輪西牟田です。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、久々の、不動産情報マーケット